スアイドルレボリューション。はい、どうもこんにちは、サルウィンです。引き続き最終日のラスト実況。私、お化けが本当に苦手なんです。お化けが出てくるお仕事だけは断っていただけますか。をしていきたいと思います。かぶっちゃったからね、ちょっとね。さて、ユニットを変更できます。おう、新鮮だな。あら、ユニットじゃないんですよね、衣装なんですよてか喉がやばいな、声が大変なことになってる気がするけど、まあ、あんまり喋らないですからね、この実況はね。実況というよりはもうあれですから。最南高校制服、これは結構深刻かもしれないないやー参ったな。だいぶ寝たんやけどね。寝ただけじゃ治んないか。病院行かなあかんやつかもしれない。アイドルの衣装って結構恥ずかしいかも。これはアイドルの衣装じゃないぜ、とりあえずツッコミしたらあかん。これがねポージングというか、立ち絵モデルも結構いいよね。レッスンスタイル。いやー、すいません。喉がやばい。さあ、多分コテ側もスパッツだったよね。ああ、コテ側は本当にスパッツって感じだな。うん。これはスパッツだと私は言いたい。これがスパッツうん、なんだそのこだわりみたいな。アイドルの衣装って結構恥ずかしいかもこれ全部言ってくんやな。まあでもあれか、アイドルがその制服とか着るっていうシチュエーションがあってもおかしくないからな。スターリーアイドル、別に問題はないと思う、そのセリフ、それかそのボイスアイドルの衣装って結構恥ずかしいかも。Good。お次がフローラルグリーンですね。また先に着替えちゃった。その先行で来るのやめて言うたん。言うたところで変わらんけどなって。今日でトラドルともお別れか。なんか。寂しいですね、ほんと。まあ、きっとね、またどこかのメーカーさんが新しいトラブルのゲームを出してくれると私は信じてます。アイドルの衣装って結構恥ずかしいかも。うん、これはちょっと恥ずかしいかもしれないって、逆に。スターリーブルー。だからあんまり可愛い可愛いしてるやつって何つったっけな、なんかゴスロリとかだったら、なんかアマロリっつんだっけ。私、まあそう、アマロリ系っていうのは本当に似合わないとやばいっていう。まあゴスロリ自体もそうじゃそうかもねって気もするけど。アイドルの衣装って結構恥ずかしいかも。Good。次、ラブリーマーチ。まあ実際アイドルの衣装ってね、なんか露出とかが結構とか普通にへそ出してるしみたいな、結構際どい衣装が多いよね、実際ね、このゲームなんて。まあ実際、まああれか、うん、現実のアイドルも結構際どい衣装たまに着てるしね。
イドルの衣装って結構恥ずかしいかも。大丈夫だ、問題ない。大丈夫だ、問題ない。誰だお前は。夏服。このペースだったらなんとか、まあやりたいところまではいけるかな。ちょっとね、まあ本当はもっと細かくやりたかったんですけど、さすがにね、半日ぐらいひたすら撮り続けるのはちょっと限界がありますからね。まあちょっと時間があればよかったんですけどね。アイドルの衣装って結構恥ずかしいかも。アイドルの衣装ね、まあ実際っていうかね、いいよね、最南高校の制服って可愛いよね。まあ実際にもありそうだけどね。ああ、やっぱなんかキャラクターごとにカラーが結構あるんやね、ホワイトプレジャーとかもね。ホワイトプレジャーはちょっと楽しみだね、これ。なかなかいいんじゃないこれ。小手側のカラーは緑って感じね。いいですね。結構デザイン自体も違うんだよね、これね。凝ってるね。アイドルの衣装って結構恥ずかしいかも。ミニスカートにハイソックス的な、なかなか。ハイソといえばニーソかどっちかっていうと、どっちだどっちだみたいな。ハッピーサマー。水着もね、各々の特徴があっていいんじゃないって感じ。アイドルの衣装って結構恥ずかしいかも。Good。まあアイドルでもね、まあグラビアアイドルとかだったら水着撮影とかもあるからね。おかしなことは何もない。しまいました。いいと思うよ、そんな時間だからね実際。でイラストにして後手側にしますね。こんなに遅くまで起きてて大丈夫なの？体調には気をつけてね。はい。変わってなくない今。変わんないのこれ。こういう、ちょっとハレンチな。変わらないのこれ。普段からこんな感じなのかな、コテ側って。だからこれで見ると、コテ側の胸が、いや、なんでもない。というわけで今回はこの辺で終了ということで、どうもご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。バイバーイ。